はい、こんにちは、こんばんは、スターホースポケットです。と、ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。ですね、肩のジャック。WBC タフに挑戦しましたが、残念ながら3着に敗れました。まだまだ。WBC で連外したのは初めてなんで、ちょっと残念かな。まあ、まだまだ、壁は厚いのかな、という感じはありますね。というわけで、コインも安定してほしいですし、そうそう多くの枚数を目指すよりは、G1 を確実に狙っていく方を選びたいと思います。で、今回は、今2月の2週ということなので、これからドバイシーマクラシックか、大阪杯。大阪杯はちょっと微妙に距離短いかもしれないんですが、そのどちらかを狙っていきたいと思います。まあ、ドバイシーマクラシックは優勝してるんですが、大阪杯はまだ優勝していません。なので、距離的、性的はドバイシーマクラシックなんですが、この馬が取っていくってことを考えた大阪杯もあるなのかなと思います。まあ、コインの数も違うんですけどね。おっと、でも瞬発力 SS なんですよね。 SS で増やしてもこれ以上増えないからな。まあ、おっと、買い場か。よし、ここで成長促進させましょう。これでちょっと待って、買い場がいるっていうのはすごい引っかかりますね。もしかしたら、でもベスト体重は変わらないな。人参がおすすめということで、バナナをいただきましょう。おっと、下の、なんだろう、なんかジュースが、の在庫が増えてきましたよね。あっと、スペシャルウィークか。なくなったんですよね。岡部さん。人参か。これなんだろう。なるほど。成長もするっていう。馬体重が増やしたくないときに選ぶっていう。
電動馬を登録すると自動的にプレミアカップにエントリーされるよ。うん、されるのか。あれ、前からそうだったかな？お、大根だ。4週後ですね。おっと、また調子が落ちた。調子はそんなに良くないですよね。これがどう響くか。調子回復。疲労を落とす空気はケーキにないんですよね。なんでやはりこれになるっていう。さあ、レースですが、調子をなんとか上げたい。人参ですね。やっぱり人参。これか。なんとか良い状態には持ってきましたが、一応体重ベストだし、大阪杯、スペシャルウィークの末、大阪杯を行ってみたいと思います。一番人気ですね。はい、これが肩のジャックです。新聞見てみましょう。ですね、他に印が丸がついているのはグラスワンダー、シルクジャスティス、エアデジャブあたりですよね。グラスワンダー確かに怖いな。潰しときましょう。もしかしたらスペシャルウィーク補正っていうのはかかるかもしれない。76枠か。あとはメジロブライト、エアデジャブか。この辺で、スペシャル、これがスペシャルウィークですね。2番人気。相当チャカついてますね。さあ、レースです。
お、大阪だ。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。ゲートが開いた。いいスタートです。ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。さあ先行するのはサイレントハンターがドーンと行きますよね。そして2番手に4番ミッドナイトベッド、10番ランフォザドリーム、12番エアデジャブー、内を通りまして5番ヒカリサーベット、この辺りちょっと離れている待ち金服来たる、それからエリマエクセル、第一コーナー右にカーブを取って第有力どころは後ろなんでしょうか。1番スペシャルウィーク、内を通ってグラスワンダー、3番メジロブライト、内から1頭シルクジャスティス、ピンクの帽子にご注目ください。これがやはり最高峰からですね。これが果たしてどう響くか。先頭は依然としてサイレントハンター、まもなく第3コーナーちょっと離されまして4番ミッドナイトベッド、そしてその後ろから10番ランフォザドリーム、そのうちからはヒカリサーベット、外を通りましてエアデジャブー、ちょっと離れて1番マチカネフクキタルであります。エリマエクセル、スペシャルウィークが並んでいます。それからもう1頭7番グラスワンダー、そしてその後ろからサイレントハンターが結構短期で逃げてますね。さあ残り400、サイレントハンターが、あ、これはでも捕まりますね。さあ六悪両党の外から先頭には立った、やりました、勝ちました。メダルが840枚、340枚かけてって、300枚かけて340枚か。まあ仕方ないですね。なるほど、メロンを加工ですか。はい、何です？ちょっと元気ないね。いい感じだね。はい、何です？はい、というわけで、大阪杯を見事勝つことができました。時相ですけど、まあそんなに大楽勝ではなかった。まあ距離の加減ということもあるんですけど、良くなかったということで、宝塚記念を、ただこの馬もう宝塚まだ取ってないのか、この馬は。宝塚記念を狙うか、WBC、多分ターフなのかな、を取りに行くか、だと思います。まあ、どちらか、取りに行きたいところですね。はい、というわけで、スターホースポケットをお送りいたしました。はい、ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数増やしたいと考えております。動画のタイトルを右側にチャンネル登録ボタンありますので、よろしければ押してください。説明欄に、ブログ、ツイッターのアドレス記載してますので、よろしければアクセスしてください。また最後の20秒に流れます関連動画プレイリストも、お時間ありましたら見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。